並木京太郎12月15日から2001年2月14日は、大阪府大阪市出身の日本の映画監督、脚本家、小説家である。本名、金田虎九1932年に、女優の鶴清子と結婚した。東京の神田商工学校商科中退。1926年、牧野プロダクションに入社。女監督と、並行して、 並木京太郎というペンネームで脚本を書いた。1929年、河津聖三郎主演、与内蘇我で監督昇進。この時名前を並木京太郎に改名した。1931年、牧野プロダクション解散後、帝国キネマ、東勝映画社を経て、嵐勘十郎プロダクションに入社。嵐勘十郎主演の、クラマテングシリーズをヒットさせた。 嵐勘十郎プロダクション解散後も、市川歌右衛門プロダクション、東宝で作品を撮り続けた。この時期の代表作には、キネマ順報ベスト10第9位の、剣気三人旅、同10位の、二百頭日、文芸映画、樋口一郎などがある。第二次世界大戦中は、小区の移動演劇隊の隊長として、全国を巡回。戦後は、 宮城千佳子一座や牧野芸能者などで舞台の台本を執筆、演出した。1949年に、うも鳥物町、謎の88屋で映画に復帰。主に新東方で、数多くの娯楽映画を監督した。1960年、ホラー映画、花嫁急血馬を最後に引退した。1983年、明治時代末期から、 大正時代にかけての少年の成長を序章的に描いた自伝的長編小説、薪地物語魚門』を発表。続いて、薪の撮影所を舞台にした自伝的な長編小説、京都花園天寿が、岡薪の撮影所物語を、病床の中執筆し、本は死後出版された。カテゴリー、並木京太郎の監督映画。ありがとうございます。